らは NEXCO 東日本です。午前9時50分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。船橋インターの先10キロポスト付近を先頭に、また穴原インター付近23キロポストを先頭に1キロほどそれぞれ渋滞しています。続いて東関東道を成田方面、鹿島方面へ向かわれる方にお知らせします。千葉北インター付近20キロポストで事故が発生したという第一報が入りました。詳細については現在確認を行っています。ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。